平野翔表参道ジャックでファン騒然。YSL キャンディグローバーム広告が桁違いすぎた WWW。YSL 抜擢でドゥアリパと肩を並べる。アジア人男性初の快挙に海外も大興奮。平野翔が表参道に登場するというニュースは、多くのファンにとって待ち遠しいものであり、特にその規模やインパクトに驚く声が絶えません。この現象は、単なる広告キャンペーンを超えて、 現代のエンターテインメント業界におけるアイコンの力、そしてブランドとタレントの融合がもたらす経済効果を如実に表しています。YSL のキャンディ・グローバームのビジュアルとして選ばれた平野翔は、これまで主に海外の女性モデルが担当してきたポジションに、新たな風を吹き込む存在となりました。これは、彼が持つ国際的な魅力だけでなく、アジア人男性として初めてこのような大役を担うという事実が、 その意義を一層深めています。この広告キャンペーンは、表参道ヒルズの屋外広告として展開される予定で、平野省の経済効果はすでに計り知れないものとなっています。実際、彼が関与した商品やプロジェクトは、しばしば驚異的な売り上げを記録しており、イアミクスという言葉が誕生するほどです。ある種の政治家の政策に匹敵するほどの経済効果を生む彼の影響力は、 エンターテインメント業界のみならず、広くビジネスの世界でも注目されています。表参道のようなトレンドの発信地において、平野翔の存在感が放たれることは、単なる広告以上の意義を持ちます。大谷翔平の時も同様でしたが、その時の壮大さと圧巻の光景を覚えている人も多いことでしょう。今回、平野翔が同じレベルで登場することは、彼のファンのみならず、 一般の通行人や観光客にとっても忘れられない経験となるはずです。このような広告キャンペーンが持つインパクトは、一瞬の視覚的な訴求力にとどまらず、長期的なブランド認知や消費者行動にも影響を与えることが期待されます。また、今回のキャンペーンは、YSL がリリースしたキャンディグローバームという商品に関連しており、この商品自体も非常にユニークです。キャンディグローバームは、 85がケア成成分で構成され、リップバームとしての役割を超えて使う人に贅沢な体験を提供します。このような商品と平野紫というアイコンが結びつくことで消費者にとってその魅力はさらに倍増します。商品自体の特徴である夏とロージーな景色カラーやモダンでプレイフルなムードを体現する平野紫のビジュアルは商品の価値を視覚的に表現し消費者に強くアピールするでしょう。 ここで興味深いのは、なぜ YSL が平野翔を選んだのかという点です。彼はただのアイドルではなく、幅広い世代に影響力を持つ存在であり、そのカリスマ性は国内外で高く評価されています。特に、彼が持つ、挑発的なバッドボーイのムードというコンセプトは、YSL のキャンペーンにぴったりとマッチしています。この選択がブランド戦略の一環であることは明らかですが、それ以上に、 現代の消費者が求める新しい男性像や自己表現の自由を象徴する存在として彼が選ばれたことがうかがえます。さらに、このキャンペーンが日本だけでなく世界中で注目される可能性も高いです。平野翔がドゥアリパなどの世界的なアイコンと肩を並べることでアジア人タレントの国際的な立場が一層強化されるでしょう。過去には、 アジア人モデルやタレントが国際的なブランドの顔となることは稀でしたが、彼のような存在がその壁を打ち破っていることは、日本のエンターテインメント業界にとっても大きな希望となります。一方で、このような大型広告キャンペーンがもたらす影響について考えると、表参道のような場所における人々の反応も非常に興味深いものとなるでしょう。広告の前で立ち止まって写真を撮る人々、ソーシャルメディアでシェアする人々、 そしてその投稿がさらに多くの人々に拡散される。この連鎖的なプロモーション効果は、従来の広告手法を超えた新しい形のマーケティングと言えるかもしれません。このようなキャンペーンは、単なる商品の宣伝にとどまらず、文化的な影響をもたらすことも少なくありません。特にファッションや美容業界において、タレントやアイコンが持つ影響力はますます重要視されており、彼らが提案するスタイルやライフスタイルが、 消費者のトレンドに大きな影響を与えることは明白です。今回の平野紫のキャンペーンも例外ではなく、彼のファンのみならず、YSL に興味を持つ新たな層を引き込むきっかけとなるでしょう。平野紫の今回のキャンペーンは、エンターテインメント業界の変革の象徴ともいえる存在であり、単なるアイドルや俳優の枠を超えて、多様なフィールドでの活躍が期待されています。日本国内においても、 彼のようなトップアイコンがグローバルなブランドと連携し、その影響力を最大限に発揮することは、新しいトレンドの創出に直結するものです。特に、若い世代を中心に、彼のファッションやライフスタイルは絶大な支持を集めており、それが YSL のようなハイブランドと結びつくことで、消費者の購買意欲やブランドへの認知が一層強化されると予想されます。しかし、 平野翔の影響力は単に消費行動にとどまるものではなく、彼が象徴する自己表現の自由や新しい男性像というテーマは、現代社会において非常に重要な議論の一部でもあります。彼の個性的なスタイルやキャラクターが、既存のステレオタイプを打ち破り、多様性を受け入れる姿勢を体現していることが、ファンだけでなく広範な層に共感を呼んでいるのです。 このようなタレントが大規模な広告キャンペーンの顔を務めることは、社会的なメッセージを発信する手段としても非常に効果的であり、YSL のようなグローバルブランドが彼を選んだ背景にも、こうした現代的な価値観が関わっていると考えられます。また、広告が展開される表参道という場所自体も、このキャンペーンの成功にとって重要な要素です。表参道は、トレンドセッターやインフルエンサーが集まる場所であり、 新しいファッションやライフスタイルが発信される中心地です。ここでの広告は、単に通り過ぎる人々への訴求だけでなく、SNS を通じて全国、さらには世界中へとその影響を広げる可能性を秘めています。近年、表参道のようなファッションやカルチャーの発信地における広告キャンペーンは、デジタルメディアと融合し、より広範な影響を持つようになってきました。特に、Instagram、や、X 旧ツイッターなどの SNS を活用したプロモーションは広告の拡散力を飛躍的に高めブランドメッセージを瞬時に世界中に届けることが可能です平野翔という世界的なアイコンが登場する今回のキャンペーンもその拡散力において過去の例を超える可能性を秘めていると言えるでしょうさらに平野翔の起用は単なるビジュアル的な魅力だけでなく彼のストーリーテリング能力や多面的なキャラクターも生かされています 彼の演技やパフォーマンスに見られる深みは、単なる広告モデルとは一線を隠しており、彼自身が商品やブランドの背後にあるストーリーを消費者に伝える力を持っている点が大きな強みです。このようなタレントの存在は、商品を単なる物質的なものとしてではなく、感情や価値観と結びつけて伝えることができるため、消費者との深いエンゲージメントを生み出すことができます。YSL のキャンディグローバームという商品が持つ、ケアと、 美しさを両立させるコンセプトを、平野翔がどう体現し、どのようにそのメッセージを伝えていくのかも、今回のキャンペーンの見どころの一つです。YSL とのコラボレーションを通じて、平野翔はこれまで以上に国際的な注目を集めることになるでしょう。これは、彼のキャリアにとっても大きな転機となる可能性があります。これまで国内での活躍が中心であった彼が、 今後はさらにグローバルなフィールドでの活動を視野に入れることも考えられます。YSL のような世界的なブランドとの提携は、彼の名前をより多くの国や地域に知らしめるきっかけとなり、彼のファンベースもさらに国際化していくでしょう。このような展開は、他の日本人タレントやアーティストにも影響を与え、国内のエンターテインメント業界全体に波及効果をもたらすかもしれません。そして、このキャンペーンの成功は、 他の企業やブランドにも大きな影響を与えることでしょう。日本国内においても、タレントとブランドのコラボレーションが増え続けている中、平野翔のようなトップアイコンがどのようにその役割を果たすかは、今後の業界動向にも影響を与える重要な指標となります。YSL の今回のキャンペーンが成功すれば、他のハイブランドや企業も、タレントを起用した大規模な広告展開を積極的に行うようになる可能性が高まります。 このような視点で今回のキャンペーンを捉えると、それは単なる一時的なイベントではなく、より深い意義を持った現象であることが見えてきます。エンターテインメント業界、ビューティー業界、そしてファッション業界がどのように進化し続けていくのか、その一端を担う平野章の活躍に、私たちは今後も目が離せないでしょう。